平野紫仕様、最新インタビューで示唆した、キンプリからの完全卒業、リスタート。インスタミダンスでも示した歌とパフォーマンスで世界へ。日本のエンターテイメント業界で注目を浴びている平野紫仕様が、最新のインタビューでキンプリからの卒業を示唆し、新たなスタートに向けて歩みを進めています。 そのインタビューで明らかになった彼の音楽活動やアーティストとしてのビジョンについて詳しく見ていきましょう。平野仕様の新たなスタート。金プリからの卒業。平野仕様は、ジャニーズ事務所を退所後、初の仕事として、L ジャパン、L ジャポンの11月号に登場しました。 この増刊特別版では、平野紫洋が表紙を飾り、独占インタビューが掲載されました。彼の魅力的なルイ・ヴィトンのファッションポートレートも注目を集めました。そのインタビューにおいて、平野紫洋は今後の音楽活動に対する意気込みを示し、活動を続けているとイメージが固まってしまう面はあると思うのですが、音楽ではいい意味でそれを覆したいと思っています。 とコメントしました。この言葉から彼が新たな音楽の方向性を模索し、キンプリからの卒業を考えていることが伺えます。音楽活動の目標。平野紫耀はインスタグラム上で神ダンスを披露するなど再デビューへの注目を高めています。彼は L ジャパンのインタビューで 音楽に対する情熱と探求心を強調し、ディテールにこだわりたいとも述べました。これは、彼が音楽で新たな表現を模索し、ファンに新たな魅力を提供しようとしていることを示唆しています。一方で、キンプリとしてのイメージを覆すという彼の意向は、以前の王子様系のイメージとの対比からも理解されます。 キンプリはそのデビュー時から王道のアイドルグループとして知られ、一時期はそのイメージに縛られることもありました。しかし、平野耀は自身の音楽で新たな道を切り開こうとし、それが一部のファンからの反発を招くこともありました。ジャニーズ事務所との方向性の違い。 平野市洋が金プリからの卒業を示唆した背後には、ジャニーズ事務所との方向性の違いも影響しているようです。かつてのジャニーズ事務所社長であった藤島樹林恵子氏は、タレントの映像路線を推進しており、金プリを国民的なグループに育てることを望んでいました。 しかし、平野潮は歌やダンスパフォーマンスを通じて国際市場に進出したいという意欲を持っており、その方向性はジャニーズ事務所とは異なっていました。この違いが、キンプリの脱退発表時に連名コメントで、それぞれに目指す方向が異なってきている、と述べられた背後にあるとされています。 キンプリの一部のファンからは、平野紫仕様がジャニーズでも海外進出できた可能性があるのではないかという声も上がりましたが、彼は自身のビジョンを追求するために新たなスタートを切ることを選びました。新たなスタートへの意欲。現在、平野紫仕様はルイヴィトン、エルメス、リィバンシ、バレンティーノなどのハイブランドとのコラボレーションを積極的に行っています。 これからも歌やダンスを中心にしつつ、ハイブランドとのコラボレーションを通じて海外進出を意識し、新たなスタートを切ることでしょう。平野紫耀の新たなスタートは、音楽とパフォーマンスを通じて世界に向けて広がっていくことでしょう。彼の才能と意欲に期待し、彼の第2章がどのように展開していくのかを注目していきましょう。 平野紫仕様の新たなスタートについて、彼の音楽への情熱と探求心、ハイブランドとのコラボレーションを通じた国際市場への意欲が明らかになりました。彼は金プリからの卒業を示唆し、自身のアーティストとしての道を進んでいます。金プリとしてのイメージから脱却し、新たな音楽の道を模索する平野仕様の決断にはリスクも伴いますが、 彼の才能と情熱を考えると、彼が成功を収める可能性は高いでしょう。ファッションと音楽の融合を通じて、彼は世界への発信を強化し、国際的なファンベースを築いていくことが期待されます。彼の新たなスタートに対する期待は高まり、彼の第二章がいかに展開していくのか、音楽ファンや彼のファンたちは注目しています。 平野の仕が国際的なステージで輝く日が近いことを楽しみにしています。